こんばんは、ミネラルウォーター大戦伊藤です。今日は北海道大雪山雪の水、こちらを紹介したいと思います。採水地は北海道上川郡上川町、高度は 67.6 です。まあ、日本人にとってはとても飲みやすい、高度で、軟水ですからね、口に合う人がほとんどだと思います。この水を飲んで嫌いっていう人はまずいないと思います。採水地の上川町というところはですね、ラーメン日本一、そのようにこう宣伝してるんですね。ラーメンが美味しい日本一なんで、そうかというと、やっぱりこのように美味しい水があるからこそ美味しいラーメンができると町も言ってますし、僕もそう思います。まあ、水っていうのはもう基本中の基本で、料理の基本中の基本で、やっぱりいい水がないと究極のものは作れないと思うんですね。ですから美味しいところに、美味しいものがあるところに美味しい水がある、私はそう思ってます。じゃあラベルを見てみましょう。こんな感じですね。まあ、シンプルだけどなんかこうほんわかした感じの色使いで、私は結構好きです。これ売り場で見た時も意外と目立つんですね、この色が。それとあとこの容量が 530ml なんですけども、まあ、最近あの大手メーカーをはじめとした各メーカーがですね、 500ml 以上のボトルを採用してます。まあ、550だったり、下手すと600っていうのもあったりするんで、まあ、これも530あるんで、なんか同じような値段で買った割には得した感じがすると思います。最近ですね、北海道のアンテナショップをはじめとした各スーパーで見る機会がかなり多くなってきたので、もし見かけたら買って飲んでみてください。よろしくお願いします。